ただいまから資源エネルギーに関する調査会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに滝浪博文君が委員を辞任され、その補欠として堀井巌君が選任されました。原子力等エネルギー資源に関する調査を議題といたします。本日は資源エネルギーの安定供給のうち、エネルギーの安定供給について政府から説明を聴取し、質疑を行った後、委員間の意見交換を行います。本日の議事の進め方でございますが、経済産業省及び環境省から合わせて30分程度説明を聴取し、1時間30分程度質疑を行った後、1時間程度委員間の意見交換を行いたいと存じます。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。それでは初めに経済産業省から説明を聴取いたします。